最近髪の毛を切ったんですけど、長さは変わってないんですよ。長さは変わってないんだけど、僕髪の毛の量が多いのでめちゃくちゃ少なくしてもらったんですけど、結果的にほぼはげてしまいました。ちょっとワックスをつけて頑張って持ってます。はじめ社長です。みんなは日常的に何を飲むかな。僕はですね、今年からお菓子ジュース禁止してるんで、僕はお菓子ジュース食べたり飲んだりできないんで、僕が飲めるものといったら必然的に水、お茶でも両方僕嫌いなんだ。基本的にはもう炭酸水にしか飲まないんですけども、今日はちょっとお茶の勉強をしようと思いまして、世の中にはたくさんのお茶がある。様々なお茶が世の中にはたくさんあるが、違いもちょっとよくわかんないんで、そんな僕が今日特殊なお茶をちょっと4つほど見つけたんで、実際どんな味なのかもちょっとよくわかんないんで、ちょっと買ってきたお茶を紹介しようと思います。今日で死ぬかもしれないな。まずはこちら、苦いのポジションですね。苦虫の味がするみたいです。本当にこんな感じなのかな。マグマ茶、これは辛いですね。ジョロキュア、待って、ジョロキュアってよろしくなくね。ジョロキュアの激辛を超えてるらしいです。もうお茶かどうかも怪しい。靴下茶、うわこれはひどそうですね。お父さんの靴下を一気に飲む感じらしいです。そしてラストはこちら、これは臭いドブ茶。かわいそうに口の中でザリガニや鯉が飼われてますね。ザリガニ臭。はい、というわけでこちらの4つです。この4つを今日は1つのお茶にまとめてグイッと飲んでみようと思います。世界一臭いものも食ったし、ものすげえ辛いものも食った、まあ、これぐらい4つがかかってパッときても多分僕は大丈夫だと思います。じゃあ早速作ってみましょう。では行こう。ティーバッグ1包みをカップに入れ、お湯を注ぎ 1,2 分ほど蒸らしてからお飲みください。 1,2 分らしいです。ドブ、マグマ、苦虫、靴下、この4つのティーバッグを一気に入れて2分間待ちましょう。そうすると酸っぱくて苦くて辛くて臭いお茶ができるらしいです。一人で全部の罪を背負ってる。これはあれか、臭いやつか。いや、そんなに、あ、待って、後から来るわ。これがドブ茶です。ジョロキュアより辛いっつったらもう下手したらデスソースとかの上を行くレベルですよ。首がなくなる匂いだった。言うてね、ドンキに言ってたからさ、そんなめちゃくちゃ厳しいってわけでもない気がするんですけども、うん、普通の茶葉なんだよね。こっちはそんなに。で、最後酸っぱい靴下茶。もう靴下の匂いすんのかな。そんなことってある。靴下茶。これ俺の友達の靴下の匂いだ。俺の友達の靴下の匂いがする。これ、これ絶対、これ絶対大地くんの匂いだ。これ絶対大地くんの匂いする。大地くんの靴下の匂い。これ絶対大地くんの靴下の匂い。これ大地くん入ってんの。あ、これ大地くんの靴下の匂い。絶対大地くん作った人これ。大地くんふざけんな。オッケー、ではこれで2分ほど待ちましょう。大地くんの靴下入ってる。おぉ、もう多分10分ぐらい待ちました。そこが見えなくなりました。これぐらいやんなきゃダメだろう男は。はい、というわけで完成しました。ドブ&苦虫&靴下&マグマ茶です。この4つのコンテンツをまとめた、いわゆるマルチプレイヤーです。素晴らしい。まあ今後はね、こういう多分野の知識を詰め込んだ人がね、まあ成功するんですよ。間違いない。一つのことだけできるんではなくね、こう多彩な力が今後の社会に求められます。風味は普通です。大地くんの靴下どこ行った。あ、もう埋もれちゃったのかな。靴下の匂いはなくなってますね。ではちょっと早速飲んでみようと思います。乾杯。マジだ、マジなやつだ。待って待って待って、あっ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 、うわこれすごいな。あ、待って、これすごいガチだ。待って、飲もう。とりあえず飲みます全部。音が飲むんだよ。人には感情がある。嬉しい、悲しい、辛い、悔しい。彼の感情は限界だった。空気が美味しい。あれ、目の、なんかすごい、目の前になんかちらつきがするよ。うわこれすごいわ。あの、ちょっと舐めてましたね。辛いし苦いし酸っぱいのは分かんなかった。あ、これ、あの、絶対真似しない方がいいやつ。これマジで本当に失敗した。皆さんぜひ炭酸水を飲みましょう。じゃあな。